元気に声かかってますね、清水さんとか浅田さんとか声かかっていますが、はい、はい、歓声はやはり嬉しいものです。嬉しいですね。だから選手たちはもっと嬉しいと思いますよ。いや、そうですよね。選手たちはだからこうして皆さんに会場に行っていただけることが一番いいではないのかなと思いますね。はい、はい、ぜひ会場に行ってほしいという魅力をこれからお二人にたっぷりと聞かせていただきますので、はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずは浅田舞さんですが、はい、今日このステージ立つの2回目ですよね。そうなんですよ。そうなんです。2回目でちょっと聞いていいですか？どなたか分かります？黒柳徹子さんですよ。知ってたんだ。すごい子なのに私たち立ってますよね。そうですよね。実は私先ほど聖火リレーをやらせていただいて、はい、スタートしてゴールがここだったので、はい、ここで2番目に走る方に、そうですね、聖火の引き渡しをしてましたよね、はい、聖火の引き渡しに立ち会った時に会場の皆様からも拍手が起こっていて、浅田さん自身はいかがでしたか？感想を改めて聞かせてください。いや、本当にこんな経験は一生に一度あるかないかっていう素晴らしい経験をさせてもらえて、はい、感謝の思いでいっぱいなのと、あとは結構沿道にいた皆さんに頑張ってねとかって声をかけてもらえてすごく嬉しくてですね、はい、ほっとしました。終えて、はい、自分が大会の PR を担当して大会の成果を第一走者で持ってくることができるなんて嬉しいですもんね。そうですね、今日ちょっと風が強くって消えないかなっていう心配もあったんですけど、はい、無事に次につなぐことができたので良かったです。はい、清水さん、大会の選手として出られた経験として、はい、成果って選手にとってどういったものなんですか？やっぱりこうその期間中にずっと火がついてますし、はい、もう本当内なる炎を燃やせっていう言葉があるオリンピックであったんですけども、はい、成果がまさにそのものなんですよね、選手の魂に変わると思いますね、はい、はい、ちょっとうまいこと言ったなって自分で思ったんですけどあんまり、でも目が見なくてこう燃えてくるものがあるんでしょうね、闘志がね。だって成果ってどういうものなんですかって聞かれて初めて聞かれましたけど、何で答えようかなって今考えました。私も先ほどこの第一中継の時に成果を見て、はい、こんなにも感動するものなんだって、もう拍手が自然とね湧き起こってきてましたもんね、浅田さんね。なんか感動しましたもんね。感動しますよね。はい、さあ、お二人は昨年2月にファイアールアンバサダーに就任されました、はい、ということは約1年 PR 活動を行ってきているわけなんですが、はい、どうでしょう、浅田さん、1年振り返っていかがですか？そうですね、いろいろな活動をさせてもらったんですけど、印象に残ってるのが、はい、私と清水さん一緒にスケート教室を行ったんですよ、はい、一緒に、はい、ね、同じ表情なんですけど、はい、フィギュアスケートとスピードスケートって、はい、靴の種類も全く違いますし、はい、練習方法も全く違うわけですよ。見ていると靴も同じように見えますけど全然違うんですけど、だから同じ氷の上で交わることないですよね。そうなんですよ。初めて2人でスケート教室やってすごい新鮮で、はい、私自身もちょっと楽しんじゃったっていう。そうなんです。浅田さん、例えば清水さんに はい、どんなことを習ったとか覚えてますか？子供たちに私たちが先生役として、はい、指導したんですけど、あ、そうなんですね、どうやって進めようねみたいな。僕ちょっと陰でジャンプと回転の仕方を教わりました。そうなんですね。清水さん、どうですか、フィギュアできそうですか？いや、フィギュア難しいです。浅田、はい、さん、どうでしょう、スピードスケート。私はもうちょっと想像できないんですけど、以前清水さんは某バラエティ番組で、荒川静香さんのそっくりのコスチューム着てフィギュアスケートの靴でジャンプされてるの私は見てるので、そうですね、すごかったですよ。コスチュームまで着てました。力任せに回りましたね。はい、いや、でもね、 それぐらいスポーツが体を動かすのが楽しいってことですもんね。ぜひたくさんの皆様にはウィンタースポーツね、はい、始めていただきたいですよね。はい、清水さんは1年間活動されていかがですか？やっぱこう浅田舞さんと一緒に PR をさせてもらうことによってすごくいろんな人に知ってもらうことができたかなと思いますし、はい、今回もう売り切れてしまったんですけども、記念貨幣も作ったりとか、 あとこうして可愛いキャラクターも、エドモンがいたからやっぱり、すごいいろんな公式グッズこれからも売ってるので見ていただけたらなと思いますし、はい、まずウィンタースポーツを知ってもらうきっかけになるんじゃないのかなと思ってるんですよね、遠い先を見ていけば、はい、2026年の東京オリンピックも札幌で招致していくっていう、今回のまず足がかりになればなということで思ってるんですけど、まず
この会場にいる皆さん多分寒いと思うんです、はい、でウィンタースポーツをやることで実は温まるんですよね、うん、筋肉ってこう湯たんぽと一緒で一回温まったらずっと持続して温まるので、はい、そうなんですね。そうなんですよ。だから朝とか運動するとすごく冬もこう暖かく過ごせるんですよね、はい、そういう意味でもこう運動を知ってもらうっていうきっかけになるんじゃないのかなっていうのが今回の冬季アジア大会なんですよね。あ、じゃあ外でウィンタースポーツを観戦するポイントとしてはちょっとこう体を動かしながら観戦するっていうのもポイントになりますか？あ、ポイントだと思いますね。簡単に言ってしまえば簡単に言ってしまえばもう自分もねスポーツ参加してる感じでね。そうですね、そうなんですね、はい、あの浅田さんは PR として札幌に何度もいらしてるそうなんですが、あのプライベートでも北海道によくいらしているそうで。あ、そうですね、来てますね。北海道はどんなところが好きで何度も足を運んでいらっしゃいますか？いっぱいあるからな。でもあのやっぱり一番楽しみなのはなんですか？スープカレーにハマっちゃって。あ、そうですか。今日も、ね、毎回スープカレー行ってるんですよ。今日も今日もあのスープカレーにあのお昼時間休憩があったので行ったんですけど、はい、すごい混んでて、はい、あのスープカレー頼んでから45分くらい待ったのかな、はい、そしたらあの次の仕事の待ち合わせ時間にちょっと遅れかけて、はい、だって集合時間になっても浅田さん現れなくて、はい、まいちゃんまだ他の人とやってるんですか？いや、あの昼食中でスープカレー食べてて遅れてるようです。失礼しました。いやでもそれぐらい美味しくって食の魅力もありますから。食の魅力もねありますし、やっぱりリアルする側としたらもう盛りだくさんじゃないですか、うん、そうですね、うん、そして今、ね、雪まつりもちょうど開催中ということで、はい、今日皆さんもね雪まつりに来られた方も多いと思うんですけど、はい、そういったイベントをきっかけにまた冬季アジア大会のことをね知ってもらえたりもするので、はい、すごく嬉しいですよ、うん、清水さんはあの北海道出身、帯広、はい、そうです、はい、帯広です。あの北海道出身として何かこう、はい、僕ができるようなことっていうのは何かありますか？やっぱりこう、はい、あのちなみにこの会場にいる方で北海道の方ってどれぐらいいらっしゃるんですか？あ、すごい。道外の方は？道外の方半ぐらい。半分ぐらいですね。そうですね。やっぱこう北海道在住の方もそうですし、北海道外の方もそうなんですけども、はい、せっかくこれだけ雪があって氷があるからこのウィンタースポーツを知ってもらって楽しんでもらいたいというのもあります。雪で楽しんで子供たちとも楽しんで家族とコミュニケーションを取ってもらいたいなというのもありますね。冷たい、わー嫌だ、風邪ひくとかではなく冷たい、面白いねっていう風に楽しんでもらいたいですね、はい、でも会場の皆さんも歩いているとだんだんコツをつかんできて、はい、で歩くのも楽しくなって体が温かくなるのを感じるって方も結構多いと思うので、はい、ぜひ雪国をまた大会楽しんでいただきたいですよね。そうですね。で清水さんも今おっしゃってました、たくさんの子供たちに見てほしいということなんですが、はい、清水さんがスポーツ始められたきっかけ、子供の時にどんなシーンを見てとか何を目指してとかありましたか？僕はあの帯広という地域柄、はい、スピードスケートがもう地域スポーツだったんですけども、うん、はい、僕は全速を直すためにスピードスケートを始めたんです。あ、そうなんですね。ただ、はい、最初は全く滑れなくて氷の上で平泳ぎしてました、はい、想像できない、立てなかったんです。そうなんですね。そこから徐々に滑れるようになってきましたね、はい、そんな中で全く滑れなかった中でやはり大会とかを見に行って、はい、プロの選手の滑りを見て、あ、こんな風になりたいってこう夢を持ったりしましたか？ありました。何よりも家族が一体になれたんです、うん、父親、母親、そして僕でこう大会出てスケート上手くなっていこうというふうにこう家族でコミュニケーションツールになったのが間違いなくスポーツでしたね、うん、あの浅田さん、今清水さんが、ね、家族でおっしゃってましたけど、浅田さんはもう家族でフィギュアをやってらっしゃって、こうどうでしたか、子供の頃から？そうですね、あのやっぱりあの私もずっとあのスポーツをやらせてもらっていて、はい、あの私たちがこうして自由にできたのも家族の協力があってからこそあってのこそだったので、あの感謝もしてますし、はい、やはりあの子供のその夢にあの両親親御さんも一緒にこうあの熱を持ってあの夢に向かって進んでいくことで、その私たち朝だけの場合は家族の団結力もすごく上がりましたし、はい、
何より何かその家族で目標を持つことってなかなかないんですけど、やっぱスポーツを通じてっていうのはまた素敵ですよね。そんな中でもやっぱりこう大きな大会に家族で見に行って、それで力をもらうってこともきっとあったでしょうね。そうですね、あの私がちょうど小学生の頃にあの、はい、やっぱりフィギュアスケートの海外の試合が日本で行われるっていうのがありまして、はい、家族で見に行って、それでやっぱりこの世界の大会に私も出たいっていう夢ができたので、はい、そしてあの札幌であのアジアのトップの選手が集結することによって子どもたちの夢もまた広がるんじゃないかなとは感じますね、はい、いや大会にはたくさんの子どもたちも見に来てほしいですもんね。見に来てほしいですね、はい、何かこの冬季アジア大会に期待すること浅田さんお願いします。そうですね、はい、あのまあ、見どころは本当に一つには絞れないんですけど、はい、まあ、競技はもちろんなんですけど、あのこれからあるあの開会式閉会式まで全てあの楽しめるあの大会だと思っていますし、あのフィギュアスケートに関してですと、あの全日本のチャンピオンでもあるあの宇野昌磨選手と宮原聡子選手も出場されるということで、またフィギュアスケートを盛り上げてくれるんじゃないかなと期待しております。清水さんはどんなことを期待されてますか？いや本当は真央ちゃん出てほしかったんですよね。見たかったです、私も、ね、はい、見たかった。 PR して、そして真央ちゃんが滑ってて見たかったんですけどね、はい、なかなかやっぱりこう代表選考もありますからね、うん、でもやっぱりこうフィギュアはまず見てもらいたいっていうのもありますし、はい、スピードスケート会場はあの帯広会場になるんですけども、はい、まあ、帯広に足を運んでいただきたいなっていうのと、あとは女子アイスホッケーが、はい、あのすごく今頑張っていて、来年のオリンピックに向けてもすごく好調なので、その女子アイスホッケーっていうのも見てもらいたいなっていうのはありますね、はい、ぜひあのホームページなどもたくさんの競技のご紹介しておりますので、ぜひあの調べていただければと思います。また今日はトークショーなんですが、明日から毎日冬季アジアクイズ大会のステージが ありますので、ぜひあのクイズでいろんな競技を学んで、さらに大会グッズを皆様にゲットしていただければと思います。さあ貴重なお時間ありがとうございました。もうお時間になってしまいましたので、最後に一言ずつというのはちょっと、ね、難しい、惜しいような感じがいたします。時間がそうですね、一言で PR って結構難しいです。いや、まあ、あの、はい、せっかく皆さん、清水さんからお願いします。はい、僕から、はい、あの僕からって言われる前にもう喋ってましたけど、あの皆さんせっかくなので、あの北海道をまず、そしてこの雪まつりを楽しんでいただきたいんですけども、まあ、19日から、冬季アジア札幌大会が始まりますので、まあ、あの現地だけではなくテレビ、そしてインターネットも通じていろんな情報源があるので、ぜひ、見ていただけたらなと思います。そして選手への応援メッセージも受け付けていると思いますので、そういったことでも選手は元気づけられるので、ぜひ選手たちを応援してあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。そして浅田さん、お願いいたします。そうですね、冬季アジア札幌大会は本当にあの選手だけではなく、あのみんなで一緒に作り上げて盛り上げる大会だと思うので、最後まで、みんなで楽しく大会を盛り上げて選手を応援してもらえたら嬉しいなと思います。ぜひ会場に足を運んで、そしてテレビでも楽しんでください。お願いします。まいちゃんはフィギュア会場に、はい、それかまだ分からなくて、はい、私は明日またはい、ここであのイベントがあって来るんですけど、はい、1回帰ってまた北海道に来るんですよ。だから何度も行ったり来たりするので。忙しいですね。そうなんですよ。でもすっかり何回食べるんですか？ですよね。今夜も行こうかな。お昼も食べて夜も食べて、いつもおすすめを聞くっていうシーンです。はい、でも体が温まるので、さらに明日の PR の仕事も頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。2017冬季アジア札幌大会 PR アンバサダーのお二人、清水博康さん、浅田舞さんでした。どうぞ大きな拍手をお送りください。